光の騎士再びファイナルファンタジー4実況プレイ、私実況者キョンと申します。前回はですね、このドワーフの城のね、北西にあるシルフの洞窟の探索を行ってたわけなんですが、なんと驚くべきにあのヤンが無事に生きていたと。いやー驚きですね。塔から爆発で吹き飛んで洞窟の入り口まで吹っ飛んだという、それで無事だったというんだからすごいですよね。まったく、いやー体すごい丈夫だったんですね。驚きですわ。今回はとりあえずまあね、まあシルフの洞窟行くわけなんですが、ダメージゾーンとかが多いんでね、まあ、今回はちょっとねレベル上げをしていきたいなと思ってます。じゃあ行きまーす。全然出ねえじゃねえかよ、おい。出ねえぜ。出ないぞー。こういう時に限って、来た。
Thank you.
じゃあね、今回の実況ね、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。